ピノキオ。僕の名前はピノキオ。嘘をつくと鼻が伸びるんだ。でもね、美女を見ると鼻の下が伸びるんだ。別のとこも伸びるよ。もうええわ。シンデレラ。王子様、今日はとっても楽しかったですわ。そろそろ時間なので帰ります。慌てて帰ったシンデレラはガラスの靴をお城に忘れてしまったのでした。シンデレラ、ちょっと待って、靴忘れてるよ。足くせ。シンデレラは足が臭かった。マッチ売りの少女。マッチはいかがですか？マッチはいかがですか？今日は全く売れなかったわ。マッチ売りのおばさんだった。浦島太郎。その昔、浦島太郎はいじめっ子たちから亀さんを助けました。しかしその亀は山亀でした。助けてくれたお礼がしたいという山亀は竜宮城へ連れてってくれました。いらっしゃいませ。竜宮城でぼったくられてしまいました。山亀の正体はポン引きだった。金太郎。金太郎のお友達は森のクマさん。いつもクマさんにまたがり相撲の稽古をしてました。そんなある日のこと、ある女性に一目惚れしたんです。これからはイケメンの時代だぜ。今金太郎はエステにハマってます。 To be continued。 何これ。桃太郎。桃から生まれた桃太郎は犬と猿とキジを連れて鬼退治へ行くのでした。見事鬼をやっつけた桃太郎、命をかけたファイトマネーはきびだんご。しかも1年分。花咲じいさん。ここほれワンワン、ここほれワンワン。ポチの言う通り穴を掘ってたら、じいさんは生き埋めになりました。すべてはポチの復讐だった。小太りじいさん。たまたま出会った鬼たちと楽しくお酒を飲んでたら、じいさん面白いやつだな、明日もまた遊びに来い。それまでこれは預かっておくからな。ほっぺのコブを引きちぎりました。その翌日、おじいさんは病院へ行きました。すっかり良くなりましたね。もう病院に来なくて大丈夫ですよ。おじいさんは大喜びしました。病院の予約を全部キャンセルしました。めでたしめでたし。アリとキリギリス。夏の間一生懸命に働くアリ、全く働かないキリギリス。アリはキリギリスに言いました。これからは老後のこともちゃんと考えなきゃダメだよ。積み立てニーサとかも始めた方がいいよとかアドバイスをしました。聞く耳を全く持たないキリギリスはずっと三線弾いて遊んでました。その間も休みなく一生懸命に働いたアリたちでしたが、働きすぎて過労死してしまいました。その後キリギリスは歌が大ヒット、大金持ちになり幸せな人生を送りました。アリがかわいそすぎるやろ。鶴の恩返し。怪我をした鶴に出会ったおじいさんは、これは大変だ、
と言って鶴を助けてあげました。このご恩は一生忘れません。鶴は空高く帰っていきました。そんなある日のこと、一人の若い女性がうちにやってきました。こんにちは。ミシンの訪問販売でした。使い方を丁寧に教えてくれましたが、部屋を絶対覗かないでくださいね。部屋で何かを作ってました。おじいさんは気になって仕方ありませんでした。もしかしてあの時の鶴では。おじいさんはこっそり部屋を覗いてしまいました。スケベエロジジイ。おじいさんはわいせつ罪で逮捕されてしまいました。年寄りだと甘くてわしゃ無実じゃ。いつでも迎えるジュラフィオ。マント結婚してくれ。もしかしてプロポーズですか。ん、何これ、アンダギー。ホワイトデーやらん、サーターアンダギーの日。あ、来たよ、すっきゅー。男と女の愛のアンダギー。3月14日はサーター。